数の風景は松本清張の長編小説。週刊朝日1986年3月7日後から1987年3月27日後に歌のない歌集第一話として連載1987年12月に朝日新聞社から刊行された。文庫本は1990年に角川書店2018年に公文社から刊行された。 1991年にテレビドラマ化されている、岩見銀山史跡、数が起点となり、山陰で起こった二つの殺人事件が暴かれる、長編ミステリー。設計技師の板垣貞だは、岩見銀山観光開発計画の有志に壊れて、島根県を訪れたが、銀山にほど近い秘湯の宿で、不思議な魅力を放つかのち英坊の女性と同宿した。 同じく同宿者の矢原康夫は、彼女の辿ってきたルートが、ことごとく、数に関係することに気づき、彼女は、何事も計算しないと、気の済まない、ヌメロマニアではないかと推測する。目下再建者に追われる身であった矢原は、銀山開発計画の話と、高圧送電線下の細長い土地をめぐる利権の盲点を利用し、莫大な金儲けをひらめく。他方、 自動車メーカーの開発プロジェクトに関与することになった板垣はオーストリアなどヨーロッパの道路事情を視察していたが、そのメーカーは鳥取県最白郡の大地に大規模なテストコースを建設しようとしていた。板垣と再会した矢原の前に隠蔽された犯罪の実像が浮かび上がってきたが、松本成長スペシャル数の風景へ1991年3月30日 テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国て3時間の拡大版として、放映。角川ホームページ公文社ホームページ。ありがとうございます。